ゆっくり飛行機チャンネル。うん、うん。おい。これはこうで、あれはあれ。もしもし。うわ、びっくりした。そんなに集中して一体何をやっていたんだ？新作カレーに使うスパイスの配合を考えていたんだよ。やっぱりカレーが綺麗なのね。レシピ作りに夢中なのはいいことだが、今日は一緒にイチゴ狩りに行く約束だったじゃないか。ああ、集中するあまり忘れていたよ。おいおい、しっかりしてくれよ。ちょっと早めに様子を見に来てよかったわね。今ならまだ間に合うわよ。ごめんなさい。ふむ、集中といえば。というわけで今回紹介するのは、イースタン航空401便墜落事故についてだぜ。イースタン航空といえばかつてアメリカに存在した、国内線を主に運航していた大手航空会社よね。かつて、ということは、今はもう存在しないんだね。もともと、イースタン航空は米国内でも屈指の大手航空会社で、1970年代においては国内線で大きなシェアを誇っていたんだ。だがその栄光は長くは続かなかった。1980年代から慢性的な赤字が続き、1989年には経営が破綻。その後、二度にわたってイースタン航空の復興が試みられたものの、かつての姿を取り戻すことはできていない。今回紹介するイースタン航空401便墜落事故は、イースタン航空が信頼を失っていくきっかけになってしまった事故なんだ。大きな航空会社の業績が次第に悪化するきっかけになった事故。どんな経過だったんだろう。それではいつも通り動画前半ではフライトの詳細を確認していこう。お願いします。事故が起こったのは、1972年12月29日のこと。50年近く前なのね。イースタン航空401便は、ニューヨークの JFK 国際空港から、フロリダ州、マイアミ国際空港までの定期便で、機長、副操縦士、航空機関士に加え、同社の整備士が1名同乗しており、9人の客室乗務員と163人の乗客、合計176人が搭乗していたんだ。この時は寒いニューヨークではなく、暖かいマイアミで年末を過ごそうという乗客が多く搭乗していたそうだ。日本で言うと、年末をハワイで過ごすようなものなのかしらね。使用機材はロッキード L-1011 トライスターという3発機で、事故が起こった1972年4月に運用が始まったばかりの最新型機だったんだ。イースタン航空は、L-1011 のローンチカスタマーだったのよね。おお、よく知っているな。その通り、イースタン航空は L-1011 を50機も発注し、エンジンの静粛性が高かったことから、この飛行機を、ウィスパーライナー、と呼んで、イースタン航空のフラッグシップに位置づけていたんだ。ウィスパーライナー、そんなに静かな機体だったんだ。401便で使用された機体は製造からたった4ヶ月しか経っていない機体で、総飛行時間は1000時間以内だった。ほぼ新品の飛行機ねー。コックピットには乗員3名に加え、最新型機のシステムを見学するために、同乗した整備員はコックピット後方のジャンプシートに着席した。ということは、コックピットには整備員を含めて4人いたんだね。現地時間午後9時頃に駐機場を出発した401便は、20分後に JFK 国際空港を離陸。目的地までの道のりは約2時間半程度が見込まれ、マイアミに向けて順調に飛行を続けたんだ。出発してから約2時間弱が経った頃、401便はマイアミ国際空港への着陸態勢に入った。401便はランウェイ09ナレフトへの ILS アプローチに誘導される運びとなり、空港から約10キロの位置で管制官から誘導電波を捕捉するよう指示があった。滑走路に停滞した401便は空港への侵入を続けたが、ここで副操縦士はあることに気がついた。何何？副操縦士が降着装置を展開したが、正しく展開していれば点灯するはずの3つのランプが2つしか点灯していないことに気がついたんだ。ふむ。前客の不具合かしら？この時は主客の2つのライトが点灯していたものの、前客のライトが点灯していなかったため、副操縦士は機長に前客が出ていません、と伝え、乗員たちはこの問題の解決に当たった。何度かレバーを上げ下げしたが、やはりランプは点灯せず、本当に前客が展開できていないのか、はたまた単なる表示の不具合なのか、乗員たちは判断しあぐねていた。うん、どっちだったんだろう。この状況じゃ、着陸を続けるのは無理そうね。ああ、どちらにしても前客が展開していない疑いが残る状況では着陸侵入を継続することはできないため、一旦上昇してその原因を詳しく調べることになった。うんうん、展開されているだろうと無理に着陸を続けるのではなくてよかったわ。管制官にもこの問題が伝えられ、上昇して高度2000フィートを保ち、真北に進路を向けて飛行するように指示を受けた。そして機長と航空機関士はある可能性を思いついたんだ。どんな可能性？ランプ切れの可能性だ。
え、ランプ切れって？彼らは前脚の展開を示すランプの電球が切れているものと考えた。つまり、前脚は正しく展開されていて、あくまで表示上の問題と判断したんだね。そのランプは右席の副操縦士側にあったため、機長たちの手が届かなかったことから、手動操縦を行っていた副操縦士に自動操縦を使え、と指示。副操縦士は電球を確かめるためにランプのカバーを外そうと試みたがなかなか外れず、だんだんと苛立ってきた機長は航空機関士に対して、床下のハッチを開けて降りた先にある電気室に向かい、前脚が展開されているかを確かめてくるように指示を出した。へえ、直接前脚が展開されているかを、その目で確かめることができるのね。確かに確実な方法かもね。彼は電気室に潜り込み、直接前脚の状況を確かめに向かった。一方、コックピットでは一向にランプのカバーが外れる見込みはなく、機長はたった20セントのランプにこんなに苦労するなんて、と冗談を言い、ついにはカバーの取り外しを断念した様子だった。まあ、パイロットがカバーを外すことなんて想定されていないだろうしね。同乗した整備員が見かねてカバーの外し方を説明したが、残念なことにうまく外れなかった。走行しているうちに様子を見に行った航空機関士が戻り、ハッチから頭を出して、暗くて何も見えませんでした、と報告した。当時は夜だったし仕方ないね。何か明かりを持っていかないと。同乗した整備士は彼を手伝うためにシートベルトを外して、床下の電気室へと向かった。一方、管制官はレーダーに表示された不可解な数字を目にして、401便に対してそっちはどうなっていますか？と問いかけた。不可解な数字？なんとレーダー上の高度表示は900フィートを示しており、指示した高度を1000フィート以上も下回っていた。え、なぜ？この時代は高度が一時的に変化するのはよくあることで、やり取りをした乗員との会話にも特段の違和感を覚えなかったため、機長の旋回して侵入経路に戻る、との連絡を受けて、管制官はそこまで気にも留めず、401便に対して飛行進路を指示した。だが次に副操縦士は計器に表示された高度が異常に低下していることに気づき、高度がおかしい、我々は2000フィートを維持しているはずだ、と口にした。知らないうちに本当に降下していたのか。機長も高度が低下していることに気づいてこう叫んだ、一体何が起こっているんだ？と。この時示していた高度は驚くべきことに、たった300フィート程度だったそうだ。300フィート？ほぼ軌道スレスレじゃない？その3秒後には電波高度計の警報音が作動し始め、機長が異常に気づいてから5秒後、401便は空港周辺の湿地帯に左翼から墜落。しばらくして救助ヘリが駆けつけ、近くにいたボートも救助に参加するなど、懸命の救助活動が続けられたものの、場所が場所だけにそれは難航した。結果的にこの事故は乗員乗客合わせて176名のうち、75名が助かったものの、101名が亡くなる大惨事となってしまった。ランプの不具合への対応に集中するあまり、高度への注意が逸れてしまったのかな。そうだとしても、自動操縦で飛行していたはずなのに、なぜ降下したのかしらね。空港への最終侵入中、降着装置を展開したものの、前脚のランプが点灯していなかったため、乗員たちは総出でこの対応に当たった。対応中、ふと高度計を見た副操縦士が異常な低高度に気づいたものの、時すでに遅し、空港周辺の湿地帯に墜落することになった今回の事故。動画後半ではその事故原因を解説していくぜ。結論から言っておこう、イースタン航空401便が指示された高度を下回って飛行していたのは、機長が誤って操縦桿に力を加えたため、気づかぬうちに自動操縦を解除してしまったことが原因だった。このパターンも結構多いよね。着陸を取りやめ、管制官の指示に従って上昇しているとき、機長は副操縦士に手動操縦から自動操縦に切り替えるように指示した。そして自動操縦は高度保持モードが作動、指示高度の2000フィートを保つよう動作していた。フライトデータレコーダーとコックピットボイスレコーダーを解析したところ、機体が降下を始めたタイミングと、航空機関士に対して電気室に向かい、前脚の状況を確認するよう指示したタイミングが同じだったんだ。おそらく機長は指示を出すため後ろに振り向いたとき、誤って操縦桿に体の一部が触れてしまったと推測される。乗員たちは、自動操縦の解除に気づけなかったのかな？この時は操縦桿に前後の力が加わったため、縦方向の自動操縦のみが解除されたんだ。そしてこれを示すのは前方にある、アルト、の表示が消えるだけで、特に警報音などが鳴ることはなかった。やっぱりそういうことなのね。横方向の自動操縦は解除されていなかったから、警報音が鳴らなかったのかな？だが高度2000フィートから降下を始め、250フィートほど降下した頃に指示高度を逸脱している警報は鳴っていたんだ。
それなら、高度が低下していることに気づけそうなものだけど。この警報にも気づかなかったのよね。ああ、この警報に気づかなかった原因なんだが、警報音は航空機関士席近くのスピーカーから発せられる仕組みだったんだ。だがこの時、航空機関士は電気室に向かっていたため、前方に座っていて作業に集中していた乗員たちは警報音に気づかなかったんだ。やっぱり自動操縦が解除された時の警報は、一部全部に関わらず、どんな場合でも大きな音量で流す必要がある気がするわ。確かにな、この事故の後にも自動操縦が解除されたことに気づかなかったために起こった事故は何件もあるが。私たちには想像できない理由があったのかな。さて、今回の事故で最も問題となる点は、自動操縦が解除されてから高度の低下に気づくまでの数分間、コックピットの誰一人として、飛行高度を把握していなかったことにある。そうだよね。事故が起こるまでは数分の猶予があったのに、誰も降下していることに気づかなかったのが問題だよね。乗員たちは前客の問題への対処に集中していたのよね。そうだな、乗員たちはランプの不具合を疑い、これを調べようとそちらに意識が傾いていたんだ。管制官から高度2000フィートを維持するよう指示を受け、自動操縦を作動させて飛行機を制御していたが、彼らは自動操縦システムに依存するあまり、常に景気を監視するという最も基本的な行動が抜け落ちてしまった。なるほど、前客の問題対処に集中していたこと、自動操縦システムに依存していたことが原因で高度の低下に気づかなかったと。とはいえ、ランプが点灯していない以上、一般的には前客が展開していないものと考えるのが自然だし、問題の解決に集中するのは仕方ない気もするけれどね。確かに前客の問題解決も大切だが、少なくとも乗員のうち一人は定期的に飛行状態を確認しておくべきだった。そういえば、前客は展開されていたの？それとも、単なるランプの不具合だったの？事故後の調査で前客は展開されていたことが分かった。つまり結局はランプの不具合だったのね。だが今回の事故で幸運だったのは、墜落した先が湿地帯だったため、機体の破損状況の割には多くの乗客が助かったことだった。不幸中の幸いだね。またこれは余談なのだが、事故機の部品を使い回して、同社の別の L1011 に取り付けたそうなのだが、その機体ではある奇妙な現象が起こることがあったという。この動画ではあえてご紹介はしないが、興味のある人は調べてみてくれ。さて、今回の事故を受けて様々な安全勧告が出された。例えば管制レーダーシステムには、航空機が地表に異常接近した際になる警報が何ら存在しなかったため、MSAW、最低安全高度警報と呼ばれる警報を搭載したレーダーシステムの改良が急がれ、1976年から運用が始まることになった。さらに機体の設計にも2つの勧告が行われ、ランプ位置の変更や、指示高度を外れた時にランプが連続的に点灯するように改良された。これがイースタン航空401便墜落事故の概要だぜ。航空機に限らず、何でも自動化が進む時代、便利なのは確かだけど、それだけに頼るのではなく、自分の目でも確かめることが重要よね。車でも自動ブレーキが搭載されていることは今や珍しくないし、今後は自動運転の流れが加速すると思うけど、今後それが普及したとしても、やっぱり自分の目で安全を確保することが大切になっていくだろうね。いやー、未来の交通事情はどうなっていくんだろうな。それじゃあ、ゆっくり空港紹介のコーナー。今回紹介するのは下地島空港よ。下地島、聞いたことがあるような。下地島は沖縄県の下地島に存在する空港だな。下地島は航空ファンの間では非常に有名な空港なのよ。どうして？この空港は当初、パイロットの訓練をするための空港として開設されたのよ。そのため下地島空港は離島に存在する空港としては異例の3000メートル級の滑走路を有しており、これまた異例なんだけど、滑走路両端に ILS を備える、まさにパイロット養成のための空港として運用されていたわ。ということは、定期便が就航していることもなかったのか？そういうわけではなかったみたいよ。全日空や日本トランスオーシャン航空などにより、定期便が就航していたみたいね。ちなみに現在はジェットスターやスカイマーク、国際線では香港エクスプレスによる定期便が就航しているみたいね。下地島空港のターミナルはご覧の通り、沖縄の趣をたっぷりと感じられる作りになっているわよ。綺麗なターミナルだな。このターミナルは2019年3月に開業したばっかりなのよ。去年の3月30日には開業から1周年を迎え、1年間で12万5000人もの人たちが利用したそうよ。ただ、2020年3月の時点では、こんなにたくさんの航空会社の運航実績があったんだけど、やはり例の病気の影響はあまりにも大きかったわね。2019年はスカイマークがまだ就航していなかったのか、見たところチャーター機も多いみたいだが、今年の実績はどうだったんだろうな。うん、
早くこの騒ぎよ、落ち着いてくれ。この空港ではタッチ&ゴーする訓練機を見ることもできるみたいだし、航空ファンにとっては聖地の一つだから、私もいつかは訪れてみたいものね。行きたいところがあまりにも多すぎるのぜ。それじゃ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。